使えないんですか。CPO クラブ。なんてんだ。もうここまで来たら。全然そうですね。全然そうですよね。今夜のデッキに来てます。すごいっすねこれ。でかいっすよ。うわ、6番デッキ。すごい。夜なんでね、これ。ちょっと見よう。フリートロジスティックセンター横須賀。で、こうやって。今これ、軍艦ですよ、これ。あれ、こんなとこに ATM あったんだ。ネイビーフェデラルって。え、こんなあったのね。はい。あれ、森、あれは、ブルーリッチですか？はい。あ、ブルーリッチか。はい。戦艦ブルーリッチですね。あんな風にライトアップされてんですね。すごい。すごいっすね。はい。もう一つの映画館が今見えました。日本よりね早くやってんで。あ、マーベルのこれやってんだ。ナウショーイングとかやってんですねこれ。はい、フリートシアターでした。はい、来ました。CPO クラブです。じゃあ早速中入ってみましょう。あ、クリスマスね。しかももう門松。門松。はい。はい、見てください。ここがね、一番アメリカンを感じるところなんですよね。はい、はい、あ、すいません。お、お、なんだ、こんなテーブル前なかったのに。7時15分ですね。豆腐バー。ランクが上の人しか入りません。入りましょう。行きましょう。行きましょう。女性店員さんも感じ良かったですね。はい、感じいい人でした。ああ、いよいよついに出国しちゃった。
はい、もう日本に、はい、帰ってきましたね。なんかもう短いアメリカの旅が終わったかなっていう感じですね。いやでも、もう本当ね、この日本の中のアメリカは本当に素晴らしかったです。浅草来てます。今から新年の、スリッパ。